皆さんこんにちは。今日は大手まりのお話です。大手まりはヤブデマリなどとも呼ばれるスイカズラ科の植物です。似た名前でコデマリというのもありますが、コデマリはバラ科の植物ですので、大手まりとは全く別の植物です。この木の枝の出方は耐性なのですが、往々にして耐性に枝が出る木というのは剪定がしにくいものです。うつぎとか白山吹とか、その手の木は剪定がしにくいと私は思っています。例えば山帽子などのように、この左の図程度の枝の分岐の角度なら良いのですけれども、この大手まりに関してはこの枝の分岐の角度が非常に鈍角で、場合によっては直角に近いほどの枝の出方をします。そのため隣の枝と干渉しやすく、交差枝や越境枝がすぐに生じてしまいます。これが自然樹形なのだから仕方がないと、まあ放っておいても良いのですけれども、庭木として置いとく場合にはいろいろと問題が生じたりします。今回は剪定というほど大げさなものではなく、一つの木の中で自分の枝同士が擦れ合ってしまったりする交差枝や越境枝を取るだけの作業を見てもらいたいと思います。実際の枝の出方はこんな感じです。どのように自分の枝同士が干渉してしまうかというと、例えばここの部分は花が一部茶色くなってしまっていますね。これはこの手前にある枝が風で揺れて擦れて花が茶色くなってしまっているのです。こちらの花は干渉する枝がないのできれいに咲いています。次は越境枝の例ですけれども、この後ろの枝は左の方から来ているのですが、ここで交差してしまっています。こういういわゆる忌み枝を整理する作業をしていきます。まずは手前に出過ぎている枝を切り詰めます。そして先ほどの越境枝を取り除きます。これですね。切り残しをせず付け根で切り取ります。ここにまた内側に入っていこうとする枝がありますので、この下で切り戻しましょう。外側に向かっている枝を残して切ります。この枝も内側に向かっています。太くなってしまわないうちに早めに付け根で切り取ります。これも同じです。この枝もこちらの領域から向こうの領域へと越境していますので切り取ります。これは絡んでいるので少し切り戻しておきましょう。
この枝は奥の方から手前の領域へと越境してきています。似たような方向の枝が隣にあるので、こちらは取ってしまいましょう。この枝も後々災いしそうなので、今のうちに取ります。この枝はどうしましょうかね。足元が寂しくなってきたので残しておきますか。だいたいこれで忌み枝の整理は終わりました。あとは出過ぎたところをちょっと切り詰めるぐらいにしときます。あまり細かいところまで手を入れすぎず、この辺りが引き時です。この2本も忌み枝ですね。立ち枝です。取ってしまいましょう。これは大きくしないための切り戻しです。高さを少し下げておきます。もう少し下げますか。先ほど残したこの枝ね、やはり先のことを考えると取ってしまった方が良いかもしれません。この枝も少し横に張っていますが、まあ花が終わってからこの辺で切り詰めれば良いでしょう。こういう木はあまり追い込まず、このぐらいの剪定でやめておくのが得策です。剪定のほとんどは忌み枝の処理でしたよね。これは1年前の芽吹き前の映像です。この状態でもどの枝が越境枝、交差枝になっているか、またその可能性があるか分かると思います。落葉樹の剪定は芽吹き前が理想的ですけれども、やはり花は見たいので、剪定ゴミが多くなろうともやはり5、6月になってしまいますね。なんか先ほどからいい匂いがします。小型の木ですね。香りをお届けできないのが残念です。ご視聴ありがとうございました。